はい、ボタン押しました。はい、押しました。お越しいたしました吉谷陽介選手とアイシングラー違反行によって失点となります。続きまして出番2番近藤理子選手と時桜です。あー、ごめんなさい。はい、OK です。そうだ、トライアルね、申告制なんだよね、多分こういう時は。やりたくなければ別に。やりたくなかったら。鈴木さん、これ取れてますよね。そういう人いるんだよ、あなたみたいな。トライアルとかあるんですよ。はい、あんまり普通そういう選手はいないんですよ。普通やならそれを選ぶだろうなと僕は思いましたけど、普通の人はそうはしない。頼む。お願いします。そうだけど、やっぱり心配だから、これみたいなの必ず心配しては一回やる。あ、でも、もしかしたら、完璧に試合やってるもう、やった方がいいっていう消極的な発想で。スタート、スタート。ただいまスタートいたしました。近藤理子選手は学習院女子高等科から学習院大学に進学いたしました。3年生のライダー、馬力は10年ございます。乗ります馬は時桜、21歳のハノーバーの戦馬です。近藤選手よりコメントいただいております。時桜と試合に出るのは最後になるので悔いのないよう頑張りますとのことです。出して、そこで出す、出す、出す、そこから持つ。おいいぞ、いいぞ。お、あ、いや、いい、いい、帰ってくる、帰ってくる。ここで1本目の、1つ目の落下がありました。大丈夫、いける。あ、ここで1半行です。近藤理子選手と時桜、残念ながら2班校により失権となります。障害館45秒、あ、障害館45秒により失権となります。申し訳ございません。どうしたんだろう、やめといたのかな。いや、でも普通に収まりきんなかったから行かなかったし。いいよ、いいよ。続きまして出番3番、坂藤ひとみ選手とココドロです。